皆さんどうもこんにちは、ダイダラでーす。ミクだよーってことで、今、初音ミクコラボ開催中でーすね。さあ、今回の動画でもね、ちょっと初音ミクのアバター着て、初音ミクのね、武器があるんですけど、それを使っていこうと思います。さあ、今回使う武器これですね。チューイング V っていう武器の、見て、ミクのギターです。結構リアルで考えたらさ、エレキギターでさ、殴りかかるって相当、野蛮だけど、まあ、ゲームだからみんな。大丈夫です。さあ、このミクの武器ね。まあ、結構、楽しい武器なのでね、今日はこれ使っていこうと思います。で、今回アバターがね、見てください。桜ミクです。桜ミク。わかる？桜ミクって。ね、雪ミクとか、で、冬の初音ミクがあったりとか。で、こっちが春の桜の初音ミクなんだよね。頭にね、サクランボのね、チェリーがついてるのが特徴らしくて。かわいい！花すげえ。ツインテールに花がめっちゃある。ね、まあ、いろんな、ね、やっぱミクの衣装とかあるので皆様このコラボね、皆さんまだやってない方はぜひとも遊んでみてくださいということで、とりあえず桜ミクでね、今回はこれですね。この武器でチューニング V でちょっと頑張って戦っていきたいと思います。それでは行きましょうか。じゃあ初戦はちょっとまず今時バトルで遊ぼうかなと思います。サバイバルバトルですね。今時バトル、サバイバルバトル、最後の一人になるまで戦えっていうルール。一度倒されたらリスポーンできないっていう特別なゲーム、たまにやってるんですよ。今時バトルっていろんなゲームがやってて、今がねこのサバイバルバトルですので、このサバイバルバトルでミクちゃん使っていってみましょう。やばい、サバイバルバトルだけど装備にしてる忍びカード何も考えてねえわ。まあなんとかなるでしょう。頑張るぞ。勝って俺これするの目的。エモートしよう。楽しくエモートしよう。サバイバルバトルー、久しぶりだ俺これやんの。やっていきましょうか、サバイバルバトルで、ね、ダイダラです。いきましょう。さあ、桜ミク可愛くね。ほら見て、ほらミクだよーって可愛い。なんか来た。なんだ、もうやんのか。どっか行けお前ら、こっち来んな。めっちゃ喧嘩してる。見に行こうぜ、喧嘩してるところ。ガムシュートだけ打っといてやろう。嫌がらせだけしてね。いっちょ前に嫌がらせだけして、みんな戦ってるから俺は逃げよう。なんか来た来た来た、怖い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 、めっちゃ来てないこの人ね。ほい、はい、ドーンとかでいいね。さあ、とりあえずこの人やっつけちゃおうかな。ほい、せい。さあ、まず一人さっさとやっつけて大武器作ろうぜ。へい、千本桜流れてんの熱くね、やっぱ。ねえ、三本すぐダメージエリアが、ね、どんどん人数が減ってくるとね、エリアが狭まってくるのでね、ちょっと気をつけなきゃいけないんですよね。ほーい。ほら、勝負しようぜ。逃げるわ、俺。ほら、ランチャーだ。イエーイ、パチコーン。さあ、残り二人。え、対マン？君と俺の。ねえ、ヘイヘイヘイからの、ほい、さあとどめだ。よっしゃー、一本。私のライブ聞いてちょうだい。かわいいミクさん、うわ嬉しい。ということで見事ね、サバイバトル大勝利。サバイバトルバトル、さめっちゃ言えない。サバイバルバトル勝てばなんかいい感じにね、メダルもらえるんですよ。メダル、ガチャで使えるメダル、こういうやつ、ガチャコインってやつだからね、やってる時は遊ぶといいで、みんな。よし、ちょっと おもろかったからもう一回やろう。06部屋ってことはこれ海外部屋だね。さあ、海外部屋でやっていきましょうか。で、いきましょう。大大の大ファンって、多分俺の、俺って言いたかったんかもしんねえ。大ダラかもしれん、俺大ダラやで。多分大ファンじゃないやろそれなあ。よろしくな、お前誰だよ。ちょっと最初で殺すのかわいそうだからやめておくやろう。最初で殺すのやめといてやろう。こっちにかかってくるな、一発だけ。いや、お、向かってくんな、お前。向かってくんな、お前。いや、来た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 。あっちで、あ、戦ってる。あ、俺が命を救った彼はもう、いなくなってしまった。ね。あそこで激しい戦いしてるな。またみんなやられてしまったのか。さあ、もうすぐダメージエリアがどうこうってたけど。待って、先にこのドローンを取りたい、ドローン取りたい、ドローン取りたい。待って待って待って。ドローン取ってから行こう。ドローン取ってから行こう。ほい、間に合うかな。危ない。よし、はい。黄色の時はダメージ食らわないんだよね、ほんと。でも紫色になったらダメージ食らうんでね。あと4人だって。ちょ、なんか戦う、勝負すっかお前。よし、
ほい。それそれやべ、なんだお前、お前やるな。怖い、こっち来んなお前。めっちゃ追ってくる、すえほい。おーっと、激しすぎるだろこれ。一旦逃げろ。お、怖かった。みんなどこにいるんだい、敵は。敵どこおんの、みんないなくなったけど。え、いなくて、敵どこおんの。あ、いた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 。お前が、お前だ、おら、くらえ、おら、よっしゃー。あと一人どこだ。え、あそこにおる。ほい、おら、どれ、飛んでけ、よっしゃ、どれ、飛んでけ、よーし、というわけで、大勝利ねえ。よーし、ダブルラリアット勝利だ。よっしゃ、勝てたね。やっぱね、結構、サバイバルバトルは、陰キャするのが強いから、みんな。陰キャしていこうな。さあ、チームバトル行きましょうか。ね。行くぜ。ちょっと待ってや。これ勝てるかな。さあ今回ね、いいステージだね。アカデミーはね、このあのチューイングブイ結構強いので頑張っていきたいと思います。味方頼むぜ。よし。さあこっちが神2人、あっちが神1人ですね。神の数では勝っているが、結局はチームワークですのでね、チームワーク大事にしていきましょう。はい。さあここをまず掴んで、よし。さあまずヨーヨーやつえる。いいね、どの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 、一緒にいたろ。いいよ、いいよ、君はいいね、いいね、いい動きだね。ちょっと待って、ここ俺一人だけだけど大丈夫かな。もう取っちゃうね、俺一人取っちゃうね。いい、いいね、俺取っちゃっていいね、全然。うん、だいだらいいね。よいしょ、一緒に取ろう、戦おう。ナイス。めっちゃ後ろ来てるけど、ごめん、カバーできへん、カバーできへん、ごめん。さあこれで俺大武器できるから、これここから、ここから俺頑張るよ。ほい、おい、ちょ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 、引っかかったな今。しゃだいしゃだい。よし。さあ今のところ勝ちは勝ってますね。ほい、うまいね。よいしょ、大丈夫、ま、守るよ、守る、守るよ、よいしょ。ほい、味方を守るためにガムガードで一緒に耐えるっていう愛ですよ、今のが愛。大事ですよね、これ味方を守ろうとする愛を感じてほしい。守るよ、よし、俺守るよ大好きだから、守るよって言いながらもう味方のためにね。よし、頑張るのみんな、いいね。よいしょ、巨大これ、はい、あ、やべえ、ルーン見てや、見られてた、天才、ありがとう。愛、愛、愛、今の愛、今のも愛、今のも愛、愛を感じる、愛を感じる。よいしょ、ランチャーだけ飛ばしておこうぜ。よいしょ、めっちゃ来た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 、はい、せーい、守りたいが、く、守りたい、大だら、大丈夫だよ、守るよ俺は。ほい、ほい、でこっち来たところを殴っていけ、素晴らしい。いや多いな敵が、よいしょ、はい。さあここでかましたいところ、いい攻撃、ありがとう、ありに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 、ほい、こいでー、ほい。さあここで一本、めっちゃ来る、めっちゃ来る、めっちゃ来る、敵多すぎる、敵多すぎる。味方そのうちあたり頼むぞ。えぐすぎるだろ、おい、行って、一旦逃げよう、そろそろ、あ、ダメだ、逃げれん。よいしょ、死んだ、ナイス藤山。ちょ待って、激しすぎておもろすぎるやろこれ。ねえ、はい、とりあえず貫通しとこうか、ここ貫通、おら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 、もうない、ドローンがない、ドローンがない、ドローンがない。よし、一応勝ってるね、今回は。今みたいに貫通ミキサーが俺強いと思ってるから、やっぱで歌舞伎ドローンをね取っていくのが強い。一回潰されちゃったけどね、あや向こうがね、マジでヨーヨーうまかった。めっちゃ見てたもん、俺気づかんかったもん、追っかけてきてるから。俺が索敵せずに誰もおらんやろみたいな感じで撃ってたからね。よいしょ、はい、殴りに行こうぜ。じゃんけん負けました、すいませんでした。助けて、助けて、あ、愛を、愛を少し感じた今。
守ろうとする意志を感じた。ナイスいいね、ナイス強いね、やっぱドロバスで、神ヨーヨーでしたね。めちゃ強かった。サイフォンマスターは私ダイダラと味方のね、ねガブ太郎くん、ありがとう。よくやった、ありがとう。よし、というわけで大勝利。ミクのね、ヨーヨーパワーが、ヨーヨーじゃねえわ。ミクのギターがね、未来を開いた。強い。はい、これで終わりましょうか。ね、皆さん、今ね、初音ミクコラボでガチャ回してね、ちょこちょこもらえるこのガムスキンもらえますので、初音ミクチューイング V をゲットしたら、ぜひとも使ってみてください。やっぱミクのイラスト描いてるから、なんかちょっと点上げですね、点上げ。いいね。ね、ガム変更でいろんなギターの種類あるのでね、まあ、いろんなゲットしたらいろんな使ってみてください。そしてね、改めて、このガムスキン、ガムは、ね、忍者らパスを買わないと、ね、月額のやつ、月額じゃねえわ。シーズンごとのシーズンパスですね。忍者らパスを買わないと、無限にならないので注意してください。一度購入するとね、シーズン変わってもね、また忍者らパスを買えるぐらいのジャラーはね、忍者らパスのティア進めていくともらえますので、お得なものですのでね、ぜひともゲットしておくのをおすすめします。まあ、一回買えばね、一生で使えるみたいなもんだから、一生使えるジャラがあればね、絶対一生買い続けて、で、一生いろんなスキン使って遊べるので、で、他にもミクだったら今ネギとかね、あるので、いろんなのがあるのでおすすめです。でもピンクってさ、なんかあったっけピンク系。あったあったあった、夢、あ、ほら、こんな風にね、その、ミクのそれっぽい色の武器持たせたりとかもできるので、なんか自分に合った可愛い色のね、武器とか見つけたらね、使ってみてね。ほら、このメロアラの普通のね、色もピンクだし、合ってるね。それでは終わりましょうか。で、初音ミクコラボのね、今回はチューイング V 使ってみた編でした。前回ネギ使ってみたのでね、ネギも見てない方はどうぞ。それではチャンネル登録しない方はチャンネル登録、高評価よろしく。また見てね、おつっぱいよ。バイバイ。